皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカーやっていくる。マリオメーカー動画かさじ像、謎の人さん、クリア率約 7% でしょうかね。注目の世界難しいの中から遊んでいきたいと思います。こういう物語シリーズの今までにもいくつかプレイしたことあるんですけど、どれもすごい完成度でしたね。あれ、いきなり進めなくなったぞ。助けてクリボー。ここにはまって動けないの。助けてクリボー。アミーボー。カサジゾー。こっち見んな。なるほど、カサジゾーってどういうことかと思ったらそういうことか。こんなところに中間、ありがとうございます。よくある演奏系のステージなのかなと思ったけど、どうやら違うみたいですね。これ待たなくていいのかな、待ってた方がいいのかな。あ、そういうことか。これ傘なんだ。ここにいれば安全。楽しく気持ちよく進めるよ。でも先にどんどん行っちゃってもよかったような気もするけど、そこは突っ込んじゃいけない感じでしょうかね。もう面白いぞ、このコース。発想がすごい。演奏系のコースだとばっかり思ってましたけど、そしたら難しいなわけがないですもんね。危ねえ。危ない。落ちてくるトゲゾウの動き結構注意しないとやられる。アミーボくれー。よし、これで安心。次はまだ続くのね。了解です。オッケー、わかりました。見て、地蔵の頭が音符ブロックにめり込んでるけど、え、これやばくない。危ねえ。あんな罠が待っているとは思わなかった。で、これ入れるかな。入るよ、入っちゃうよ。中間ください、中間。違った。中間ポイント。よかった。あのまま進んでたらどうなってたんだろう。ゴールじゃん。よし。大きな傘を作って、その下に入って進んでいくっていう仕掛けは面白かったですね。なかなかでも難しかったかも。ありがとうございました。はい、お待たせいたしました。次、こちらのコース遊んでいきましょう。10秒チャレンジ、自分で足場を作ろう。ウォターローメンさんのコースですね。自分で足場を作る。サムネでクッパがいましたけど、どんな感じなのかな。これでいいの？あ、そういうことか。甲羅を蹴ったら素早くついていけっていうことだね。オッケー、了解。こうだ。あー、何やってんのこんなミス逆によくできますね。ほい。走る。あ、引っかかった。嘘。このぐらいでスタート。どうだ、これで間に合うんじゃない。間に合うんじゃないというか、あんまり先に行きすぎると危なかった。残り1秒でギリギリゴール。最初に駆け出すのは甲羅が見えなくなるぐらいのタイミングでいいかもしれませんね。10秒チャレンジ、自分で足場を作ろう。クリアしました。はい、お待たせいたしました。次、こちらのコース、チョコレートさん。もしも自分が公式一面を作るとしたら、クリア率 27% あるんでね、難易度的には、楽な感じかと思いますが、どんなコースになっているんでしょうか。楽しく遊んでいきましょう。公式が1の1を作ったらっていうことなんでね、導入編、多分ね、基本的な動きをマスターさせてくれるような作りになってるんじゃないでしょうか。これ、土管に入るっていうことですね、今の矢印は。やっぱりこういうのがあるとこの辺に隠しがあったりしないかな。ないか。1の1っぽい感じがしていいですね。このノコノコを使って上のクリボーさんを倒してあげる。これマリオワールドにも ありましたよね。最初の方のコースで上に行けんの。これ上が見えない。ちくしょう。どうやって行くんだろう。戻ってくるのかな。クリボーを連れて行くことはできないですし、このパタパタさんも連れて行けないですし、さあどうする。
なんかこのままゴールしちゃいそうな気がした。はい、もしも自分が公式一面を作るとしたらチョコレートさんのコース遊んでみました。普通にジャンプありの土管に入りので、マリオの基本的な楽しみ方ができるいいコースでしたね。ちょっと覗いてみましょう。嫌な気がします。タック、終わらないファントム地獄。いや、他の野郎かな。いいか、遊んでみるか。指痛いんだけど大丈夫かな。タック、終わらないファントム地獄。この最後のハートが怖い。どうせ1、2のサンガリア1。 Oh no、 今のは何でやられた。トゲ当たったかな。1、2のサンガリア1、2のサンガリア1、2の3。ほい、終わらないよ、地獄だこれ。あ、なに、何周しろっちゅうのこれ。1、2の3ガリア、1、2、1、2、1、2、1。やってられっかやってられっかいや、これネタにはなるけどね、タックマンさんごめんなさい、やってられません。他のコース遊んでみよう。はい、では最後こちらのコース遊んで終わりにしましょう。 R を使わないスピン&フライハン自動キープ右 Y B ということで、クリア率が 20% なのが気になりますが、とりあえずやってみるよ。もう押しっぱなしにしてます。R を使わない、 R を使わないっていうことはスピン、ジャンプをしないっていうことなんでしょうけど、でもスピンジャンプ、あ、これマントのくるくるか、そうかそうか。もう R っていうとスピンジャンプのイメージがあるんで、このマントででっかいトゲ像がたくさん飛ばしてくるトゲをうまーく攻略しながらやっていくっていうことなんでしょうね。それはいいんですけどね、今右ボタンを押してる指がちょっと痛くなってきちゃったんで、いつまで耐えられるか、残り40秒ギリギリのやるかやられるかは僕と浅川さんの戦いが続いております。見えないところで繰り広げられておりますが、絶対に負けられない戦いがそこにはあり、いや負けたって別にいいんですけどね。そして残り27秒でなんか帰ってきた。 MMG って何で、今度は飛んだよ。すごいな、やっぱり浅川さんの自動系のコースはそれこそトッププレイヤーにも負けない仕掛けがありますよね。というかもうトッププレイヤーか、コインの数からしても。下を連続で取ってさっきの同じところを進んでるんですよね、これ多分。それでこんな違う動きができる。おー、残り0秒きたー。いやー、浅川さんとの戦いに私敗れちゃいましたね。こんなすごいコース僕には作れませんよ。参りました。 R を使わないスピン&フライゼン自動クリアしました。ありがとうございます。何ベストタイム17秒って、まあいいか。はい、それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。次の動画もまたよろしくお願いします。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。